2014年ももうあと数日で終わりでございます。皆さん家の大掃除は進んでますでしょうか。我が家もね、ちょこちょこ掃除をしておりまして、台所の掃除はね、毎年僕の仕事なんですけども、この油汚れがねすごいんですよ。まずちょっと見てもらいましょうか。揚げ物はそれほどやってないんですけども、でもやっぱりこうこびりついた、なんて言うんでしょう、ね、こう跳ねた跡とか、なんかこう黄ばんだ感じというところとか、ほこりがついたり、ちょっとこう黄ばんじゃってる感じがあるんですよね。でこれを1年に1回僕が掃除してます。通信販売とかでこうシュッと吹きかけるだけでこんなに油汚れが取れるんですとか、高温のスチームでこうジューってやって、汚い昭和の昔のガスレンジがこう綺麗にピカピカになっていくみたいな、見たことあるでしょ、あるでしょ。ああいうのに憧れて、ホームセンターを見に行って、結構シュッと本当に吹きかけるだけで油がこうブワーって落ちる洗剤を、去年見つけてですね、ずっとそれを使ってます。今日それをちょっとご紹介したいと思います。その洗剤がこちらでございます。アズマジック、もう結構使ってて、この効果はもう抜群でございます。今日はどんだけ落ちるのかっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。まずはここを、物をなくしていきたいので、ちょっといっぺんに片付けてしまいます。せーの、よいしょ。はい、こんな感じで物を一切なくしました。まずはちょっと細かいゴミを取っていきたいので、このダイソンで細かいホコリを取っていきたいと思います。そしたらいよいよこれを使っていきたいと思います。はい、いきますよ。これ、ここここシュッてかけるだけで、これすごくないですか。これほらすごいでしょ。もうね、吹きかけて何にもしてないんですよ。何にもしてないのに、この油汚れの落ち具合、もう感動でしょ。アズマジックでございます。アズマジック最強でございます。それで、下にこうやって垂れてきちゃうので、ここにはいらないこういうタオルをちょっと引いといてあげると、さらにこのタオルに染み込んで、下の頑固なこういう汚いところも一緒につけ置きというか、取れていくんですよ。で、ある程度、この油汚れが落ちてきたら、今度はこれを使っていきます。電動のスポンジタイプ、アタッチメントがいろいろあって、ブラシとかこういうスポンジとかあるんですけど、このスポンジタイプのものを使って、軽くこすっていくと完璧でございます。ちょっとこう泡をもらって、こうやるとこびりついたこういうものも手を汚さずにピカピカでございます。どうでしょうか、どうでしょうか、どうどうどう、ね、ピカピカでしょ。すごくないこれ、すごくない。じゃあこちらもちょっとやっていきます。はい、一通りちょっと終わらせました。どうでしょうか、どうでしょうか、綺麗になりました、綺麗になりました、ありがとうございます。で、今日はですね、いつもここで終わりなんですけど、今までやったことがないこれ、こいつをちょっとチャレンジしてみたいと思います。なんかね、パコって外れるらしいんですよ。ファンを外す場合はつまみを矢印方向に回してくださいって書いてあるんで、多分ね、いけると思うんですよね。今日は、というか今年はこれをちょっとチャレンジしてみたいと思います。こう、はい、で、こう
こ抜く。あー取れた。こんな状態でございました。この家に住み始めて5年6年ぐらいの汚れでございます。初めて取ったな。こんななんだ。今日はですね、こいつもやっつけたいと思います。この裏側、おお全然違うじゃん、全然違うじゃん。何これ、だね。おお、じゃあこんな羽のとことかもいけるのかな。羽は分かりづらいかな。洗剤がかかってるとことかかってないところでどうも違うんだね。すげえな、あそこの洗剤。下に垂れてきた余剰の洗剤で他のものも綺麗になるみたいなね。一石二鳥だね。超綺麗なんだけど。全然違うよ。では一通り掃除が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱりね、油汚れはゴシゴシこすってもまあ落ちるんですけど、やっぱり傷がついちゃうので、こういう専用の溶剤も使い切っちゃいました。こういった洗剤を使うと、やっぱり掃除がすごい楽に終わります。で、結果はというと、ほらもう見てよ。ほら、ピカピカじゃない？本当にこれシュシュって、振りかけて、こういう網網のやつは染み込んでたさっきのタオルでちょっとこう拭いてあげた、あとはお湯でゆすいだだけで、こんなにピカピカ、え、すごいでしょ、すごいでしょ。こちらレンジのアイドラムですよ。レンジのドラムもちょっとね、こういうコーナーのところはもう洗剤がね、最後足りなくなっちゃって、まあ、こういった細かいこういったところちょっと取りきれなかったんですけど、それでもほら綺麗じゃない？すごいでしょこれ、すごいでしょ。で、取って出した時あんな汚かったこのロックのところもこんなにピカピカでございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では、最後こちらで、元に戻していきたいと思います。まずはレンジのこのフードの中ですね。フードの中はまたね、後日ちょっとやりたいと思います。今日はドラムだけで終了したいと思います。ここは一気に戻したいと思います。せーの、はい、出来上がりました。というわけで、今日は台所の特にこの油汚れをメインに掃除をしてみました。使ったのはこちら。どこのメーカーだろう？アズマ工業株式会社様から出しているアズマジックでございます。よくね、ネットで有名なやつだと結構高かったりするんですけど、これホームセンターで980円とか、本当にそれぐらいの安いお値段で手に入ります。いろんなメーカーあるけども、ちょっと何個か試してみて、僕はこれが一番綺麗に落とせるなと思って長年使っております。長年で言っても去年からだけどね。よかったら皆さんチェックしてみてください。今日は大掃除台所編でございました。皆さんも早めに仕掛けて良い新年をお迎えください。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。